俺は翔太、天才デイトレーダーとして毎日数千億円の金を動かしている。世界経済は俺の手のひらで踊っていると言っても過言じゃない。さてと、今日は334億円を目標に一丁稼いでやりますか。あの、お楽しみのところ失礼しますか。うわ、なんだお前、どうやってアルソックスのセキュリティを突破してきた。死神の私に人間のセキュリティは通用しません。死神だって？何ふざけたこと言ってんだよ。ふざけてません。今日は翔太さんに大切なことを伝えに来ました。コスプレ女の相手をするだけで数億円の利益を逃してるんだけど、それより大切なことなんてあるか。あ？コスプレ女？てめえだよ。単刀直入に言います。あんた明日死ぬわよ。なんだって？って信じるかよボケ。私の名前はラモル。死ぬ運命の人間の最後を見届ける死神です。まだまだ見習いですが、翔太さんが安心していけるようにお世話します。にわかには信じられなかったが、モラルから超能力じみた力を見せられて信じることにした。私を信じなければ今すぐお命もらいますよ。それで俺はいつ死ぬんだ。明日の朝、今から23時間27分後に死ぬ運命です。どうにかして生き延びることはできないのか。無理です、運命は絶対です。くそ、あと1日か。どうしたんですか。あと1日で死ぬんですよ。家族とか友達とか会いに行かなくていいんですか。親には感動されてるし、友達もいね。恋人はいないんですか。好きな人とか。好きな人、誰か心当たりがいるみたいですね。翔太くんって本当気が利かないよね。え、二十数年の人生の中で唯一やれたかもしれない女、確か連絡先が残っているはず。もしかして翔太さんって童貞ですか。うるせえ、童貞で悪いか。あった、萌えの連絡先残ってた。早速メッセージ。久しぶり、元気と。返事が来ねえ。余命わずかなのに何悠長なことしてるんですか。さっさと電話すればいいじゃないですか。だって電話して出なかったらショックじゃん。しかも久しぶり元気って、童貞が女友達に連絡する時の定型文じゃないですか。だから童貞なんですよ。そう、電話に出ねえよ。おそらくアカウントが変わったんでしょうね。さっさと行動しないから2時間も無駄にしましたよ。畜生、こうなったら。どこに行くんですか。日本最高の遊郭、飛び田新地で豪遊するんだよ。わお、翔太さんやらしいですね。どうせ死ぬんだ、最高の快楽を味わいながら死んでやる。あれ、ここ銀行ですよね。お金を下ろすんですか。クレジットカード持ってないんですか。バカ、カードくらい持ってるに決まってるだろ。飛び出しんちは現金じゃないとダメってネットに書いてあったんだよ。だから大きなアタッシュケースを持ってたんですね。入るだけ金を詰め込んでやる。俺は GoTo だ、お前ら地面に伏せろ。妙な動きをしたらこの銃の餌食になるぜ。畜生、強盗の野郎のせいで貴重な時間どんどん減っていく。これは困りましたね。一刻も早く飛び出しんちに行って行きながら行きたいのに。ところで、外は警察が包囲してるみたいですが、あの強盗はどうやって逃げるつもりなんでしょうか。そんなことどうでもいいだろ。そうだ、なあ死神、俺が死ぬのは明日の朝で間違いないんだな。はい、運命は絶対です。そうか、どうせ明日死ぬなら一か八か賭けに出るか。翔太さん、危ないですよ。だてめえ、やっぱり俺は明日死ぬ運命だから銃弾が当たらないんだ。ジェクショ、なんで当たらないんだ。俺には今勝利の女神、いや死神が取り付いてるんだよ。ぐはっ、すげえ吹っ飛んだな、火事場のバカ力ってやつか。貴様動くな。ジェクショ、おい、まさかやめろ。嘘だろ、自殺したのか。やりましたね翔太さん、お手柄ですよ。あれ、先輩じゃないですか、どうしてここに。ラモル、やはり貴様が関わっていたのか。さっき銃で自殺した男、数分前に死の運命が定められたから私が下界に降りてきたのだ。そうだったんですね。ラモル、お前が担当している人間に指揮を教えただろう。はい、教えましたけど。人間にコンタクトを取るときは慎重に行えと言ったのを忘れたのか。すみません。あれ、俺なんかやっちゃいました。貴様が取った行動で貴様の死の運命があの男に移ったのだ。え、ということは俺は明日死なないのか。
本当だ、翔太さんの死ぬ運命が明後日に変わっています。いや、一日伸びただけかい。だから簡単に四季を教えるなって。すみませんでした。しかしこの時俺はまだ知る由もなかった。人間界と冥界を巻き込んだ大きな争いの火蓋が間もなく切られるということを。